じゃあ、今日はこちらに。立派な鉄ですね。どんなに小さな声でもきっといつかはわかるはず。いるこれ。渡辺敦の下り。広っ。これ断然広いな。さっきより広い。これはでも広い。うん。モルク状でもいいなこれ。ちょっと待って、これ70万じゃん。え、賃料54万、教育費16万、70万ですね。70はな、狭い方取ったを50万円なんですよ、狭い方が多分。そういうことね。そうそうそう。え、今さっき B 見てるってことですよね。そうですね。この後に A 見るってことですよ。狭い方の最初それ順番逆っすよそれ。まず A 見せんな、やっぱり。あ、でも思ったよりさ、80平米で50万。うんうん。見てください、このビュー。いや、これはいいですね。この五反田を一望できて、うん、だってもうベランダ出れば今五反田で何が起こってるか分かるっていうね。全て分かる。今ほら昼前で人がいない状態だ。本当に五反田を制した気分になるよね。まあ浅井企画が見てる光景がこれですから。そうね、マジでこれですからね。浅井企画もこのすぐ近く。